群馬県のニュースをお伝えします。群馬の森の追悼碑撤去が開始となりました。県立公園群馬の森に2004年から設置されていた朝鮮人労働者の追悼碑について、県は29日行政代執行による撤去を始めました。追悼碑は市民団体記憶反省そして友好の追悼碑を守る会の前身が戦時中に県内で犠牲となった朝鮮人を追悼する目的で設置し、会が管理を行ってきました。県は2014年政治的行為を行わないとした設置条件に会が違反したとして設置許可を更新しませんでした。存続を求める会との訴訟が22年に県勝訴で確定し、代執行に踏み切りました。ピザなどの虚偽注文をしたとして伊勢崎署が女を再逮捕しました。他人になりすましてピザなどの虚偽の注文を繰り返し、店の業務を妨害したとして県警サイバーセンターと伊勢崎署は29日偽計業務妨害の疑いで伊勢崎市の高校生の女20歳を再逮捕しました。警察に言いますと、19歳だった昨年9月、市の宅配食品店の公式サイトやデリバリーサービスを行うサイトに他人になりすまして虚偽の情報を登録、ピザやパエリアなど合わせて5点を代金控えで注文し、業務を妨害した疑いです。昨年9月、警察署に身に覚えのない食べ物が配達されるとの相談が寄せられて発覚しました。女は1月10日、別の偽計業務妨害の疑いで県警に逮捕されていました。太田で住宅全焼、一人の遺体が発見されました。29日午前8時ごろ、太田市大原町の清水忠一さん82歳宅から煙が出ていると近所に住む男性から119番通報がありました。木造平屋建ての住宅が全焼したほか、敷地に立つ倉庫一棟の一部と自動車1台を焼き、2時間35分後に消し止められました。住宅からは身元不明の一人の遺体が発見されています。太田署によると、清水さんは弟との二人暮らしで、弟は喉をやけどするなどし病院に救急搬送されましたが意識はあるとしています。自治会教育費を横領した疑いで45歳男を逮捕しました。自治会の教育費を着服したとして太田署は29日太田市の会社員渡辺澄夫容疑者45歳を業務上横領の疑いで逮捕しました。警察によりますと、2019年から33回にわたり自治会員3人から未納の教育費として現金30万5000円を集金し着服し横領した疑いです。渡辺容疑者は所属する自治会で教育費の管理や未納教育費の回収、自治会の預金口座の管理などを担当していました。教育費を管理する通帳が返還されなかったため、自治会長が弁護士に相談したところ、口座が解約されていることが発覚。昨年2月に警察署が告訴状を受理していました。渋川、高崎、長野原の三市町で捕獲された野生イノシシ7頭について、県は29日、遺伝子検査で CSF 豚熱への感染を確認したと発表しました。捕獲された場所は渋川市渋川、高崎市中室田町、長野原町は北軽井沢などとなっています。半径10キロ以内の養豚場は渋川に32カ所、高崎に19カ所あり、長野原はいずれもないとしています。県内全養豚場ではワクチンを接種しているため、監視対象となる養豚場はないということです。全国の高校生が建築設計のアイデアを競う第14回建築甲子園で、桐生工業の学生たちが準優勝に輝きました。準優勝に輝いたのは桐生工業高校の建築科建築研究部で、国の重要伝統的建造物群保存地区にある民家敷地内に桐生天満宮を模した建物を設けるプランとなります。地域性や歴史を感じさせるコンセプトで高い評価を得て2度目となる準優勝を果たしました。以上、県内のニュースをお伝えしました。